はいどうも、コンシルジュです。あのね、人に細かいこと言ってると、その人もダメになりますし、細かいこと言ってる自分もダメになりますし、もちろん復縁もできないし、すべてがダメになるんで、細かいことを言わないでください。で、男は基本細かいこと言うんで、全員別に言わなくてもそんなこと分かってるレベル。ね、僕らは細かいこと言っちゃうじゃん。 うん、注意しちゃう。ああだこうだごた択を並べちゃう。あの頭だけは回るというか理屈っぽいから、ああだのこうだの差も正論みたいな感じで自分の何か言い訳をしちゃったりとか、あの相手のね悪いところを見つけて、お前こうでああでこうでここダメじゃんみたいなことを言っちゃったりとかして、まあマウスプレーニングだよね、えー。説明してマウント取りに行っちゃうっていうことは全ての99.9%の,の男がそうなんで、そこはもう言うに足らない。<laughs> ただ、ただやめろ。 っていうことで,すよで逆にその女の子だよね女の子でもこういう感じのその男みたいな説明とかその彼氏がねあんまりこう。 ま、自信があるタイプじゃなく、ちょっと弱々しいタイプだった場合とかに、優柔不断な男とかだった場合に、ああだのこうだの言っちゃうとか、あの、彼が何か夢を追いかけてて、そんなんじゃお前夢実現できねえだろうとかって、あなたが女の子ね、思った時に、いやあなたこれはああでこうでこうした方がいいと思うよって言っちゃったりとかするのが、もう細かい説明なんですよね。それはやらなくていいっす。 でまずね、この話をなぜしようと思ったかっていうと、あの、僕と妻と軽く、あの、ま、喧嘩じゃないですけど、お前それダメだぞと僕言っちゃって、で、ま、まさにこの説明だけど、それも本当はやらない方がいいんだけど、僕の場合はもう結婚しちゃってるんで、 <laughs> あのもうそんなっってねえってね、えー、子供のためだったらいくらでも注意するわぐらいなノリで僕はスタンスとしてはいるんでね。で何をしたかっていうとあの僕の奥さんは一生懸命子育てをしようっていう気持ちはものすごいあるんだけど僕から見るとやっぱり7歳年下なんで下手っぴなところがあのちょくちょく散見されるわけですよね。で別にそのダメなところほっといてもいいんですけど別に子供も育つんですけどちゃんと。でもでもきれば うちではやめていた,だきたいねあの福縁コンシェルジュの月きりの家だっていう話なわけですからうちではそれやめてくれっていうのがあってそれは何かっていうと子供に対してちょっとそのああだこうだ言い過ぎるところがある。うん だから子供が何かその本とか買ってきて、全然適当なその本来の使い方じゃないような塗り方で塗り絵を塗ってるとか、まあ何かその鉛筆で何か書いてるとかの時に何か変なことをやってる。例えばじゃあそのなんか子供向けの本を買ってきて、ハサミで切るみたいなところがあった時に、全然違うページを切り始めたりとか、そういうことってやっぱり子供だからあるわけですよね。その時に僕の奥さんそれ注意しちゃうんだよね、うん。 それは、あの、ちゃんとした方がいいよ。ここは、ここ、あの、この線に沿って切るべきだよ。まあもちろん、その、例えば、あの、幼稚園みたいな本とかあるじゃん。4、800円するやつね。付録とかついててさ。で、まあこうやってこうやってこうやって切ると、プリキュアの何かができるよっていう、まあ説明があるわけだよね。で、お母さんそれ読んで、その通りに作ってあげたいじゃん。綺麗に切ったら、プリキュアの綺麗な紙の箱とかができるんだからさ、綺麗にやってあげたいっていう母、母心と、 でもそのために、あの、綺麗にやることが目的になっちゃって、僕の奥さんの場合はね。子供が楽しくぐちゃぐちゃに切ってんのを止めちゃうんだよね。うん、それは違うでしょ。ここをこうやって切った方が、切りなさいって書いてあるから切ってごらん。子供がまだ頑張ろうかなって思ってる時に、それ違うよ。愛情があったとしてもですよ。それ違うよって言っちゃうことは、子供の心っていうか、チャレンジングスピリットとか、自尊心とかをへし折ることになるんで、うちではやめろ。っていうふうに言ってるんですよ。 で、奥さんもいろいろ考えたらしく、奥さんが描いた絵がこちらです。で、えー、僕はその時、その、あれだ、ちょっと怒ってましてですね、ちょっと考えてくれと。<laughs> ちょっと考えて、まあ別にこれ書けって言ったわけじゃなくて、考えて、元々にね、冷静になってからもう一回話そうぜっていう話をして、で、ほっといたら勝手に描いてたっていうのがこれ。<laughs> やりすぎ細かすぎは、えー、うるさくて良い,い,い結果を生まないっていうふうに書いてありますね。 あ、ほんとそうです。その通りです。うん。やりすぎ、細かすぎはうるさくて良い結果を生まねえからやめろって僕は言ってるわけですね。<laughs> それを改めて気づいていただいたみたいで、で、書いてあるわけですけど、こっちがやりすぎの例え。じゃあこれ何かっていうと、あの、僕の妻に言わせると、これは絵。もしくは鏡らしいです。うん。で、別に自分が映ってるとかそういう意味じゃなくて、こっちなんか雑っていうかぐちゃぐちゃっとしてません絵が。これ絵だね。絵だわ。 描きすぎてって書いてるから。まあ、絵だと思ってください。例えば人物像を描くときにさ、何かその写真をその持ってきて、その写真を見ながら人物像、その写真の人物を絵に描くとしてさ、例えば背景とかさ、細かく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 その描きすぎたら、大体ぐちゃっとなるじゃないですか。で、人間の顔のこのシワとか、まつげの一本一本とか、う、は、ん、あ。 あのー、ここの僕なんか法令線を、あの、深い方ですけど、法令線とかさ、目尻のシワとかさ、もちろんその写実的に完璧に描ける人もいるんでしょうけど、普通の人間そういうね、えっ、ー、と、厳密に厳密に細かく細かく細かく、小さなところまでもう本当に肌の産毛の一本まで描こうとしたら、ぐちゃっとなるイメージわかりますよね。劇画のやばいやつになるわけですよ。劇画調のね。 本当にそのリアルな感じのその汚らしいって言ったらあれですけど僕は劇が嫌いなんでそういう感じの絵になってしまう細かく細かく相手のことを見てそこを注意しながらこうだああだこうだああだってまるでその絵を描くように細かいところを見つけていくことによって相手がダメになるしその作品がダメになるじゃないですか 汚くなる。で、プラスアルファ、このこっち側絵描きさんサイドとしても、描いてる人としても、うーん、うまくいかないななんで可愛く描けねえんだろうな。なんでかっこよくこの人物像描けねえんだろうな。なんでだ。 ちゃんと細かいところまで見て、ちゃんと細かいところに気づいて、しっかり描いてるはずなのにもかかわらず、なんか俺の絵はぐちゃっとしてんな。私の絵はぐちゃっとしてんな。なんでうまくいかないんだろうっていうふうに、絵描き側の方も思うし、その相手側、描かれた側も汚くなるじゃないですか。これですよ。僕の奥さんが子供にやってたことはそうです。子供に対してその調子のまま、何か子供がやろうとしたらそれはこうやった方がいいよ。 何か子供が困ってたら、その、どうしたらいいのって聞かれる前にそれはこうやりなさい。うん、で、何か子供が貼ろうとして、紙に何か糊を貼,貼ろうとしてたら、下に新聞紙か何か引きなさい。うん、何か子供がまだカッター使えないけど、例えばカッター使おうとしてたら、下に何かその、カッターマットとか段ボールとか引きなさい。細々細々細々全部もちろん正しいアドバイスだし、何も間違ってないアドバイスなんだけど、 それをこまごまこまごま言うことで、相手っていうか僕の子供、僕の娘は汚くなりますよ。汚くなっちゃうからやめろっつって言うんです。だから僕の奥さんにはね。で、同時にお前自身も、うーん、なんでだろうなんでだろうって悩むことになるだろうと。うん。要はその、注意してる僕の奥さんもね。で、僕から見たら汚く見えるんだから。 あの、ろくすっぽ大したことでもねえのにぐちゃ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 言って、ちゃんと歯磨きなさいとか、そこじゃないでしょとかもやめろと。もう勝手にこいつは磨くと。<laughs> で、その歯医者に怒られるんだったら怒られるでいいしさ、うん。で、虫歯にももちろんならないように、ちゃんとその歯は、あの、ちゃんと歯磨きしてるんだけど、でも、やっぱりその、ちゃんとやらせたいっていう気持ちが強いと、うん、あのお母さんってやっぱり、まあ、どっちかっていうと子供に対してはそういう傾向あるじゃんね。 だからいろいろその注意しちゃう。ちゃんと奥歯やったの、下の歯やったのってやってるから、やってる子供は自分で考えて、一生懸命やってんだ、言うなってなるじゃないですか。はあ、で、結局そのお母さん側も嫌な気持ち、言われてる側も嫌な気持ち、何もいい結果生まない。ね。そういう風になっちゃうんだということです。それを僕の妻はこの気づいたらしくて、お、そうだよ、そうだよと言ってね。僕もまあ嬉しくなったんですけど。 で逆に細かいところを端折ってね、ある程度端折って、えー、必要な、必要のないところは何も言わない。必要のないところは別に注意しない。重大なところだけ言わなきゃダメだわーっていうところだけ言う必要がある場合には言う。それがもう例えばこうやって輪郭ぐらいとかさ、ある程度デフォルメされた顔とかさ、いわゆる萌え画みたいな感じで、うん、そしゃげのその、可愛い女の子みたいな、うん、感じでさ、あの、つるんぬるんとした、<laughs> 絵を描けばいいわけですよ。しわも別に描く必要ないし、うん、あの鼻毛がちょっとはみ出ててもそれ描く必要ないしさ、うん。それがこっち。そうするとそれはその細かく何もやってない、まあ、手抜きじゃないけどでもまあ細かく注意深く見てないにしてもすっきりしてる、うん、全て忠実に描こうとしない遊びを入れること遊びっていうのはこの余白だね余白を残すことによりって書いてますけど余白がある。 でも細かいところ、こま細ま、こまま、こまこの顔の中にも余白があるね。このほっぺとか。この、例えばここ、例えばだよ、この、この服のシワとかさ。きたね、ええだ。でもこれ、余白がこうやってあるじゃないですか。余白を残すことにより、あのー、まあ、作品も綺麗に仕上がるし、ね。で、書いてる方も、うん、すっきりなんか、最近の感じの、そしゃげの絵師の、 えみたいになっったわーってなるわけですよね。はあ、あなたは元彼に対ししててここれをやってませんででたかとということですでもちろんその性格上ね、えー、ちょっとその弱気な女の子とかあんまりやらないと思うけどやっぱり自分に自信があって、えー、と男とも普通にこうなんだろうあの男社会の中で頑張ってる人みたいな感じの人とかは細かく細かく言っちゃうでしょ。そそれはその 作品も汚くなる相手も汚くなるし傍から見るとというか元から見れたらあなたも汚いんですよ本当に嫌な感じこまごまこまごまこまごまもう汚いっていう感じに思われてしまうであなたのこと汚いと言ってるわけじゃないけど相手からそう思われたから振られてるわけだからねあなた自身は私汚かったって思わないといけないんですよそんなこまごまごまごま言うなんて汚かったわと。 肌かかかららら見たたどれだけ汚かったのかしら、うん、あの人いっつも細,細かいよねって汚いよねっていうねえー、感じで言われてたのかもしれないわと自分で思うことが重要ってことです本当にねあの言っちゃいたい人間僕だって相当 UFO だしさだから今僕あのねえっ、ー、と最近ね妻とやってるねゲームがあるんですやべえ消えねえけど <laughs> 何かっていうと 夕方ぐらいから子供がその死にそうになるような危ないことしない限り何も注意しないゲームってやってるんです。で奥さんはね、3時間ぐらいで挫折,挫折したね、第1回は。<laughs> もう私無理って言ってた。ダメっていう。あのー、俺、僕はそれできるんですよ。何にも言わなくてもいい。何にも言わない。注意もしないし、危ないよとも言わないって決めたらできるんですけど。 うん、奥さん言っちゃうんだよね。すごく。いろいろ。うん。それをまあ時々ね、じゃあ、軽くもう無理すぎて、その世にはもう不機嫌になってたから、あこれはちょっと長すぎたと。ごめんと。じゃあ、あの、3時間だけとか、あの時々思った時に、あの、ノリで時々やろうねっていう話をして、まあ、あのー、何も言わない練習、僕自身もそうでした。 僕も妻に言い過ぎなのも良くないのは分かってるんで、ちょっとあの、もちろん気をつけてるんですけど、うん、一緒に気をつけていこう。ね。あなたもそういう性格直さないと、もちろん復縁の可能性ってあんまりアップしないからさ。男に説明しなくても、男がこのままじゃいけねえな俺っていう、あの、彼女見てたら、この女の子見てたらこのままじゃいけないわ俺っていうふうに、自ら思っちゃうような、そういうオーラを出していけるような女性になりましょう。はい。 今回は以上です。頑張っていきましょうね。コンシェルジュでした。ではまた。